どうもみなさん、こんにちは。おたまです。いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。この動画は10万円でスマホ画質を超えられるおすすめミラーレスカメラの動画となります。10万円で買えるおすすめのミラーレスカメラって、どれがおすすめなんだろう？今、この動画を見ている方は、そう思っているんじゃないでしょうか。初心者の方からこの質問たくさんいただくんですけど、大前提として、皆さんはスマホの画質よりも綺麗に写真や動画を撮りたいですよね。そうなると10万円は基本的にオーバーしちゃうんですよ。ただし一つだけ例外があります。中古で買うことです。今回は中古価格も含めてランキング形式でおすすめ機種を紹介していきます。どのような方に向いていて、どんな用途に向いていないのか、わかりやすく解説します。絶対に参考になるはずなので、お時間のある方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。前置きとして、僕は趣味で写真や動画を撮影して SNS にアップロードしたり、コンテストなどに応募しているアマチュアとなります。 YouTube では様々なカメラを調べておすすめの機種などを紹介しています。あくまでプロ向けの動画ではありませんので、趣味でカメラを楽しんでいる一つの意見としてお楽しみいただければと思います。それでは今回5機種に絞りましたので、第5位からおすすめの機種を紹介していきます。ソニーの α6400、こちらのカメラはですね、向いている人、ソニーの高速なオートフォーカスと様々なレンズを試したい、そして動きの速い被写体を連写したい、自撮りの動画を撮りたい、こういった方には向いているカメラになります。逆にですね、向いていない用途、手ぶれの少ない映像を撮影したい、また編集せずに味のある写真を撮りたい、こういった方に関しては、向いていない可能性があります。このカメラの特徴は、ソニーの、APS-C の中で一番人気のカメラになっていまして、秒間11コマの、撮影もできますし、180度チルトアングルなので、自分のね顔を見ながら撮影することもできたりするので、2年前とかに関してはこのカメラはね、すごくこう Vlog カメラだったりだとか自撮りカメラっていう風に、人気なカメラでありました。ただね、今は、生産が今中止されているような状況で、新品で手に入れることっていうのは基本的に難しいです。なので今は中古価格で購入いただくと8万5千円とか最低価格で手に入れることができるので、今回選ばせていただきました。次にですね、4位富士フイルムの XE4 になります。こちらのカメラは向いている人、自撮りの動画を撮影されたい方、編集せずに味のある写真を撮りたい、クラシカルなデザインのカメラが欲しい、こういった方には向いています。反対に向いていない用途、手ぶれの少ない映像を撮影したい、こういった方に関しては向いていないです。このカメラはですね、2021年に発売されたカメラでですね、すごくこう伝統的なデザインを入れつつ、富士フイルムならではのフィルムシミュレーションっていう、まあ過去にね富士フィルムが提供していたフィルムカメラ時代の知識を詰め込んだ色味っていうのを、撮ってすぐにね再現することができるので、初心者の方などはねあんまり編集したくないって思う方もいると思うので、まあ、そういった方に関しては、このカメラは向いていると思います。そしてね、中古価格もまあ割とね、先ほどの α6400 と似たようなスペックなんですけど、8万5000円こちらも購入することができて、やっぱりね、よく6400と比較されるような、カメラになっております。続いてはですね、3位いきたいと思います。ソニーの ZV-E10 になります。こちらもですね、残念ながら α6400 と同様に、生産が中止されているカメラになるんですが、こちらのカメラの向いている人、ソニーの高速なオートフォーカスと様々なレンズを試したい、動きの速い被写体を連写したい、手ぶれの少ない映像を撮影されたい、 Vlog などの自撮り動画を撮りたい、こういった方には非常に向いているカメラになります。まあ、Vlog カメラ、 Vlog カムって言われてるぐらいなんで、まあもちろんなんですけど、反対に向いていない方、ファインダーを覗いて撮影したい、編集せずに味のある写真を撮りたい、こういった方に関しては向いていない可能性があります。
このカメラも2021年に発売されたカメラなのですが、やはりね、Vlog の ZV-1 っていう製品があったんですけど、まあそれの APS-C っていうセンサーを搭載している、まあワングレード上に上がった機種になるんですけど、まあ実は ZV-1 よりも安いというのが特徴です。で、価格に関しても新品で7万8000円、中古だとね、7万円とかで販売されていて、このカメラに関しては、まあ正直、まあ本当動画に特化してるかなと思います。で、ファインダーを、覗いてね、撮影されたいって、ファインダー覗かなくていいじゃん。ファインダーって何ってたまに言う人もいると思うんですけど、今ってこう覗き込んで写真を撮ったりしないじゃないですか。ただですね、直射日光が強い場面とかって結構眩しくて画面見づらかったりするじゃないですか。まあそういった時にファインダーっていうのは覗き込むことで、眩しい環境でもね、太陽光が強い環境でも、ちゃんとね、撮影することができるっていうところで、まあこういったね、カメラならではの撮影方法をしたいっていう方には向いていないと思います。では、次ですね、2位、キャノン EOS RP に行きたいと思います。こちらはですね、今回紹介する中で唯一フルサイズセンサーを搭載しているカメラになります。このカメラが向いている人、気軽にフルサイズカメラを持ち歩きたい。自撮りの動画を撮りたい。とにかく安価にフルサイズミラーレスカメラが欲しい。まあこういった方には向いています。反対に向いていない人、給電しながら長時間の動画撮影がしたい。手ぶれの少ない映像を撮影したい。動きの速い被写体を連写したい。まあこういった用途には向いていないです。まずですね、このカメラを聞いた時にフルサイズって何って思った人が中にはいるんじゃないんですかね。フルサイズっていうのはまあ簡単に言うと、まあ写真っていうのはこう光を受け取るセンサーっていうのがあるんですね。で、それの大きさが大きければ大きいほど、暗い環境に強かったり、ボケ感が、強くなったりします。なので、フルサイズっていうのは、まあ、物理的に大きくなりがちなんですけど、この EOS RP はですね、非常に小型に仕上がっていて、かつね、気軽にフルサイズを楽しむことができるっていうところが非常に大きな利点かなと思います。なのでね、キャノンのカメラを使いたいっていう方にも応えられますし、バリアングル液晶なので自撮りの動画も撮ることができます。まあ、先ほどの ZV-E10 も自撮りを撮ることができるんですけど、特徴としては先ほどのカメラだと手ブレ補正搭載しているんですけど、こっちの RP は手ブレ補正搭載していないので、ちょっとね、歩きながらの撮影っていうのは厳しいようなカメラになってきます。そして、堂々の1位を紹介したいと思います。こちらは富士フイルムの XS10 になります。このカメラはですね、非常に優秀なカメラで、ほとんど隙のないものになります。向いている人、手ぶれの少ない動画を撮影したい。歩きながらの自撮りや Vlog の撮影がしたい。編集せずに味のある写真を撮りたい。クラシカルなデザインのカメラが欲しい。こういった方には向いています。反対に向いていない用途。これはですね、ほとんど正直見つけるのが、まあ、細かいところ言えばあるんですけど、なくて、で、まあ、強いて言うなら、フルサイズカメラのボケ感が欲しい人。この方に関しては、あんまり、まあ、おすすめしないかもしれないです。ただね、この富士フイルムの XS10、新品の場合だと12万するんですけど、中古でね、場合によっては10万円で購入することもできて、やっぱりこのカメラはですね、手ブレ補正が非常に優秀なんですよね。しかもバリアングル液晶を搭載しているので、まあ、非常にハイブリッドなカメラになります。写真も動画も万能に撮れて、かつコストも抑えることができる。なのでね、ここ素晴らしい点ですし、先ほども紹介したんですけど、富士フイルム独自のフィルムシミュレーション、こちらが利用できることによって、編集をしたくない方であったりだとかね、あんまりこう、写真のね、色味とか調整するのが難しい、うまくできないっていう方には非常にね、助かる機能が搭載されているので、やっぱりね、このカメラが万能なカメラになるのかと思います。なのでね、もしね、もう、後で買って後悔したくないっていう方は、この1位のね、富士フイルム。XS10 を購入されることをお勧めします。はい。ということで、以上が10万円でスマホ画質を超えられるミラーレスカメラでした。最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。もしですね、おすすめの、交換レンズを知りたければ、個別に動画をアップしています。そちらも合わせてご覧ください。
もし自分に合ったカメラがまだ判断できないという場合にはですね、コメント欄で相談を受け付けています。質問する際に僕がコメントで質問用テンプレートを作成しておりますので、そちらを引用してください。このチャンネルではですね、カメラに関する動画を毎週アップしております。今回の動画がためになった方はぜひ動画への高評価、そしてね、また見たいという方あればためになった方チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。またね。